今回は表紙、動画の表紙の絵も注目していただければと思うんですが、えー、一辺がいよいよ模式がちた近いということを悟り、えーまあ、稲美野の教心の下で、 死にたいという希望を述べます。稲美野の教師っていうのは、ひじりのところで出てきた、あの、一辺の大先輩の一人で、過去川のあたりで、船の荷卸ろしとかに運びをしてて、最後は、あの、自分の死体を獣に食わせてたりしてたという、あの、教師なんですが、えー、その希望を述べた矢先に、神戸から船がやってきてきてほしいということを言われます。そして、おそらく一辺は、えー 絵を見ていただければわかるんですが画面蒼白ですよね、えー、もうこうこうやはりここでという思いはあったと思うんですが血縁を希望する望む人たちがいるならということでその船に乗ります、まあ、何度見てもひじりがあの肉体を持ってその自己犠牲のもとに使命を全うするということがよくわかる絵ではないかなってよくわかる場面ではないかなと思っています その一辺なんですが、まあ、京都に入って、まあ、あの人々が気遣いに熱狂して教えの方があのおろそかになっているんではないか孤独を感じ始めた頃に病も、えー、体を蝕ばみ始めますその頃にあの一辺は、えー、っとこんなことも言い始めるんですね、まあ、人間っていうのはどうにもあの男女の愛で迷ったりとか生活のあれこれで迷ったりとか まあそうかと思えばあの,あの花がきれいとかあの景色がきれいとか言って、まあ、こういうの全部あの悟りの妨げなんだけれどもそれでもこの命をこの、えー、持っている環境を生き切った時にそれでも救われたいと思ったらそれはもう救済に値するんではないかというようなことも言い始めます。えー 一辺は他にも、えっ、ー、と、獣を取ったりとか、魚を取ったりして、要するに殺して生活している者、えー、たちのものへ、念仏を、えー、唱えに来てほしいと言って、えー、呼ばれたり、まあ、これは、あのー、何か異形のも者の、まあ、神か何かの存在だったと思うんですが、そういったものが迎えに来て、その地に行って、えー、念仏を与えたりですとか、あるいは、えー 教養のないあるいはあの経済的なものも何もない老人が、えー、履物を48個48っていうのはあの阿弥陀如来のがんですねあの48の,あの約束ごとそういったものを、えー、にちなんで48なんですけれどもその 48履物を作って、さらに歌を添えたんですけれども、その言葉が、もう字とかが間違ってるけれども、まあ、これはこう愛すべきあのこう贈り物だと言って、それをそのまま受け取ったりですとか、えー、あと、臨終の時にですね、人々がもう臨終か臨終か傷も起きるんじゃないかって時に、 大分で弟子になった新呼を寄せて新疆南無阿弥陀仏はうれしいかとい,いうことを述べて信教が、えー、落類するハラハラと泣き出したのを見て、えーまあ、一辺は、えー、とそ,こそれをこう受,け受け止めた、まあ、周りの人はさすが信教だとか言ってこう褒めたというんですけどどこまで分かってたかというところがあるんですが人々の情感の、まあ 気持ちの部分とかそういったところを、まあ、あるいは素直なあの神道の特目の一つですね素直なところそういったところをあの汲み取ってその命を生ききるというところそしてああの命に感謝するそういったこと生かされていることに感謝するとかそういったところに念仏の到達点を一つ見出しているような感じがあります。 ありきたりな言葉で言えば、まあ、阿弥陀如来、大きなものの愛とか、まあ、そういうことなのかもしれませんが、一辺はあの一辺承認語録の中で、えっと、信じるというのは任せるってことを言うんだよって、まあ、要するにお任せするってことですよね、南無阿弥陀仏の南無もお任せするっいう意味ですけれどもそ,のそういったことを最終的に、えー、唱え始めます。えー、あとですね えっと、念仏は声が出ますよね。その声が息、息と共とに出ます。息。この息、吐く息ですけれども、息が生きるということで、まあ、だから、念仏であり、そして体を動かす踊りであり、そのもう声とかその動きの中に自分を滅却していくような、そういったあり方を見出してもいきます。えー、そうしたことが、一辺の理想方便、そしてあの、 日本の神の,あの意向そういったものをこう仰ぐべしということをヒジリエの中に書いてあるんですけれどもそういったものと念仏との最終的なこう合一点という形で見ている感があります。まあ、これはヒジリエが出している結論でもあるんですがここで、えーとまあ、一辺は最後 すべては生網打物になったと言ってなくなっていきます。さて、最後、あの、ひじに残った謎の、えっ、ー、と、商会という肉親の弟子が見たファミリーヒストリーであるとしてについては、最後、あの、次回で最後にしたいな、一回終わりにしたいなと思ってるんですが、触れたいと思います。では、また明日。